まこなかです。今回は2020年1月30日に行われた三国志14のアップデートとまたダウンロードコンテンツについての紹介をしたいと思います。まずダウンロードコンテンツ、この新規開始から、ダウンロードしていること前提ですが、何かしらシナリオを選ぶとこのように新しい武将を登場させる。ここで古の武将と呼ばれるそれらの武将が大量に追加されてます。全部で29名。でこの古の武将は三国志13の時には全部で56名いました。じゃあ残りどこにいるのかとなると、皆さんご存知の通り、クリアした段階でもらえるもの、多分ダウンロードコンテンツに関しては出てこないんじゃないかなと思うので、初期からあるシナリオ2C7 プラス英雄集結、1回クリアすると出てくるこのシナリオ、全部で8つは追加されると思います。つまり29プラス8は37で、それだけではなく、これもご存知の通りかと思いますが、このチュートリアルクリアするとそれぞれ1つにつき3つ手に入りますので、ちなみに私は都市の攻略がクリアできてないっていうね、ここで12手に入ります。つまりは29プラス8プラス12で49名が確定かなと。じゃあ56名引く49名、残り7名三国志13と比べてどこ行ったのかとなるんですが、一つは卑弥呼とか以前からの古の武将とはまた別の武将がそこに含まれるのかなと、7名の中に。またこれも前回の段階で途中から追加された武将いくつかいましたので、それらを含めるとほぼほぼ今回ので出揃ったのかなと。そうしたものが今後また出てくる可能性ありますが、それが今後どうなるか、それはまた注目といったところです。とりあえずの古の武将、過去からあったものはほぼほぼ今回で入っていると思います。ちなみに PC 版のダウンロードの方法は Steam のページに行ってもらって、古の武将絡みのところ無料って書いてありますので、そこのページ飛んでダウンロードを押せばもうダウンロードされると思います。うまくダウンロードされてない場合は一旦 Steam 切った後に、終了させた後にもう一回 Steam 立ち上げて確認してみてください。確認方法はもうクリック、ここでもう新たなマップ選ぶと新武将を登場させるかどうか出てきますので、ここで大量に入っていれば問題なく反映されていることとなります。では続いてアップデートの内容を見ていきましょうか。探索を行うこの上位を大量に武将を送っておきましょう。この探索した後、ここが少し変わったという話になってます。さて探索今行きましたが、ここで武将とかを発見した場合はちゃんとこのように出てくるのですが、お金入った時、この左側、この左下見た時に探索の失敗およびお金に関してはもうメッセージは出てこずというようになってます。これによっていちいち全部クリックして進める必要がなくなったので、そこまで探索が多くなければあっさりとこの探索もね、気軽に使っていけるような状況になります。とはいえアイテムとかがたくさん出てくるんであれば、またクリック数も多くなるかと思いますけれども、そうでないならば比較的手早くいけると思います。なので逆にお金の把握したいんであれば、この左下の方ね、ちゃんと確認してお金発見探索失敗みたいな感じで見ていく必要があります。続いて大主任命時の武将の選出順が変わったというものがあります。まず自勢力、これで大主を見ていると、このような武将が今大主になっているということが分かりますが、これが多分変わるんだろうと思います。これは前回のアップデート前のプレイ時のデータなので、これがどれぐらい変わっているかが見ものになりますが、果たして見比べられるかどうか。多分アップデートが反映されるんであれば、次のターン行った段階でここら辺の名前が変わってるはずです。変わってないかもしれませんけれども、ちょっと進めてみましょうか。では次のターンになって見てみると、これどうだろう、変わったのか。ちょっとね、やはり人材の移動とかもあるので何とも言えないけれども、さっきまで遺跡はこの辺りいなかったんですが、そうした武将が入ってきている。王兵とかはいたような気がします。他見てもらうとご覧の通り、
修正度低い人もいますが、まあほぼほぼ古い顔ぶれ、例えば関公、関作、関東、関平みたいな感じで武将が入ってきているので、この辺りで多分影響してるんでしょう。官職持ちが全員大衆になってるかどうかはよく分かりませんけれども、まあ、そこら辺も含めて変わったと言われてるんで変わったんでしょう。これによって反乱が起きにくくなったんだろうと思います。官職順で並べてみると、まあ、それでも一般とかもあるので、とはいえこの一般の武将は劉備がいる拠点にいるところなので、まあ、一概には言えない。序書とかもこれ出ている可能性もあるので、だが概ね変わったと言われているので、だが大衆の士官の年数見てみると軒並み高いような気がします。少なくとも1年で大衆になっているという人は、まあ、右近がいるけどこの辺りかなというね。まあ今後武将の移動とかまた起これば変化があるかもしれません。多分まあ変わったと言われてるんで変わったことにしておきましょう。続いてスキルで、その他個性、ここで一騎というものがあるんだけれども、これがどうも、まあ、一騎打ちが発生しやすく一騎打ちでも優遇されると書いてあったんですが、これどうも反映されてなかった可能性が高いということで、意図通りに発揮されない不具合、多分だけれども一騎打ちで優遇が一騎打ちで不利になるになってたような気がします。以前プレイやった際に張飛と呂布が戦った際に一方的に呂布が負けたということがありましたので、多分弱くなってたんだと思います。もしくは全く意図が反映されてないか、一騎打ちは発生しやすくなったと思うので、そのあたりどうなってるかできれば確認したいと思いますが、なのでこれからプレイする人はもう本当の呂布の強さを発揮できる、ぜひ呂布でやる、もしくは呂布を倒すということを体験してもらえれば、この一騎の強さの変更がわかるんじゃないかと思います。さてここで一騎打ちを置きましたので強さ見てみましょうか。当然戦うキャラクターが違うので何とも言えませんが、まあ武力差高い、23ぐらいある状況。これでどのようになるか、もう圧倒的になんか呂布が勝ってるかのような状況になってますので、まあ、こんな感じで一騎打ち多分スキルの優位性が上がったかなとね思うので、そこら辺も皆さんもぜひ楽しんでみてはどうでしょうか。あとは軌道が増減する個性や戦法などの効果が意図通りに発揮されないというものがあったそうなので、今見ていただいている疾走、自部隊の軌道が上昇、もしかしたらこういう個性が発動できてなかったかもしれません。なので今回変更あったことによって、よりこうした効果がうまくゲーム中に反映されて遊びの幅が広がったと思います。他にもいろいろありますが、一騎打ちの際に不利になる条件は体力がゼロになった時のみに変わってます。ある程度残っていても捕虜になっていたので、そこら辺が調整されているようです。また君主や武官皇帝がいる拠点を優先して守るように変更もなされています。あとは不具合修正になりますが、様々な修正があります。一つ一つ細かい内容に関してはこの文章をご覧いただけたら幸いです。オフィシャルサイトや、まあ、プレステ4から見る画面、もしくは Steam で見る画面、そこら辺にも同じような内容が載ってるかと思いますので、そのあたりも含めてご覧いただけたら幸いです。以上で2020年1月30日に変更および追加等されたアップデートの紹介を終えたいと思います。今後に関しては多分予定としては、今のところ分かっているのが銀河英雄伝説の絡み、それが2月にあると言われています。このコラボダウンロードコンテンツ第1弾、これが2月にある。またダウンロードコンテンツシーズンパスを買っている方であれば、2020年の3月19日ここでも追加のシナリオ、イベントセット、また編集機能、そこら辺が追加されます。なので2月のどこかのタイミングでアップデートがある、また3月19日にもシーズンパスの
新たなダウンロードコンテンツプラスアップデートがあるんじゃないかなと見ています。2月はもしかしたら2回ぐらいアップデートあるかもしれないし、銀河英雄伝説のダウンロードコンテンツとセットでアップロードが1回ある、そうなると多分2月中旬とかそのあたり1回はありそうなので、もし次回以降のアップデート気になっている方がいましたら、そのあたりの日程を一つ目安にまた情報収集やってみてはどうでしょうか。当チャンネルでももし興味深いものが出た場合は紹介していきますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではでは。